総合車両製作所ニーツ事業所は、新潟県新潟市秋葉区南町にある総合車両製作所の鉄道車両製造工場である。前身は1994年6月、東日本旅客鉄道がニーツ車両所を改組して発足させたニーツ車両製作所で、東日本旅客鉄道新潟支社が所管していたが、JR 東日本は事業、 資産等を2014年4月1日付で参加の J トレックへ会社分割により譲渡し、現在の体制となった。鉄道事業者の参加にある日本の鉄道車両メーカーとしては、全系の JR 東日本参加の J トレックのほか、近畿日本鉄道と西日本旅客鉄道が出資する近畿車両。 東海旅客鉄道が出資する日本車両製造、阪急阪神ホールディングス参加のアルナ車両の例がある。一方、鉄道事業者が直営する西部、所沢車両工場が1999年に車両製造を終了して以降、このニーツ車両製作所が日本国内唯一となっていた。JR 東日本では車両の調達コスト抑制と、 車両生産の技術向上を自社生産の目的として掲げてきたが、JR 東日本が2012年4月2日、東京急行電鉄から、東急車両製造の鉄道車両事業を譲り受けして、総合車両製作所を発足させ、さらに車両製造の体制を J トレックへ一本化するため前景の会社分割を実施したことにより、鉄道事業者直営の鉄道車両製造工場は、 日本から姿を消した。ニーツ事業所で整備された車両に記される略号は、ニーツから取った NT である。なお、JR 東日本テクノロジーに製造工程の一部を委託している。素材となるステンレス板を加工するところから生産を行い、台車も当初で製造している。またカナダドル CAM やロボットを活用した、効率性の高い生産を行っている。さらに、 当初と総合車両製作所横浜事業所 JR 東日本の各支社東京総合車両センター長野総合車両センターとは専用回線による情報ネットワークが構築されており社内各部門とネットワーク環境下で設計情報などを共有しながら設計、製造を行うことが可能である。2008年10月に放送された明日をつかめにおいて 当初で働く社員の仕事が紹介された。また、2003年7月に発売された乗り物体験隊では、当時製造中であった E231 系の製作過程を2009年8月4日に放送された生中継ふるさと一番でも当初が紹介された。2013年12月18日、JR 東日本の取締役会において、 当初の車両製造事業とそれに係る資産や負債、権利及び義務を総合車両製作所に譲渡し、車両製造の一元化を図ることが決議された。2018年2月14日、当初の車両製造量数が累計で5000両を迎えることとなり、記念式典が挙行された。式典では、当初は3日に1両の製造能力が、現在は1日1両に上がっていることや、 5000両目となる区配 E235 から16に近年プレートが付けられる予定が述べられた。日本国有鉄道ニーツ工場にその歴史が始まる。同工場は鉄道省時代の1941年1月に開設され、貨車などの新造を行ったこともあったが、基本的に修繕、保守拠点としての役割を果たしていた。転換前は車両の改造、 修繕が主な業務であった二一車両所であるが、例外的に107系の製造も行っていた。これは、二一車両製作所の発足に先駆けて、社員の技術向上を目的としたもので、以後の基礎となっているものも多い。その後、当時東急車両製造横浜製作所の近くに、立地していた大船工場では205系500番台、901系、209系、 E217 系のそれぞれ一部車両の製造を手掛けており、当初の発足に至っている。国鉄分割民営化後、JR 東日本は国鉄時代に引き続き鉄道車両の改造、検査、修繕を中心に業務が行われていたが、1994年10月、車両の計画から設計、製造、運用、保守、廃車後のリサイクルに至る。 車両トータルマネジメントの実現を目標に、二一車両所電車の心臓工場に改装転換し、当時の東急車両製造からの技術供与により、電車の製造を開始した。設立当初は、東急車両製造で製造している車両を、当初でも生産する方式だったが、技術力の強化を目的に 209K950 番台では、設計段階から、 東急車両製造と共同で製造を手掛けた。JR 東日本が実社で製造工場を所有したのは JR 東日本初代会長、山下勇の基本哲学、どんな会社であれ、技術が会社発展の原点である。技術なくして会社の発展はありえないから、会社として技術力を高めることとものづくりの重要性を得るため、 山下の強いリーダーシップにより実現にこぎつけたものである。当初の計画では年間200両の生産を目指していたほか特急軽車両の生産も計画されていた。修繕工場から製造工場への転用のため建物や機械の整備など約180億円の費用を要した。車両新造工場の計画には JR 東日本自社だけではできず三井造船 東急車両製造が協力している。1993年3月のニー車両所での検査修繕終了後、作業員は JR 東日本大井工場、大宮工場、大船工場やニー車両製作所発足に協力した三井造船、東急車両製造の製造工場に出向し、製造技術や溶接技術の習得を行った。 JR 所管時にこの工場で落成した車両の車内ステッカーに表記されているニーズ車両製作所の文字は山下イの筆がそのまま用いられている。生産ピッチは3日で1両を生産していたが段階的にピッチを上げていき、2001年5月17日以降は1日1両の生産ピッチとなり、年間250両の生産体制となっている。 新一車両製作所で製造された E231 系1995年4月に落成した209系の浦和電車区第36編成が春工第1号の車両である。車両工場として創業を開始して以来、主に首都圏で使用する新系列車両のうち、通勤系、一般系電車を製造している。また、JR 東日本の車両以外にも、 JR 東日本の通勤電車を基本とした、相鉄1万系電車と東京都交通局10の300系電車や相鉄1万1000系電車、小田急4000系の一部の製造も担当している。これは自社向けだけではなく、他社向けの製造を行うことは、品質や納期への責任感の向上、私鉄他社との情報交換など、両者のメリットを考慮したものである。なお、 同系列車体の大量生産に特化した工場のため、新幹線車両や在来線特急用車両の生産実績はない。JR 東日本の車両は完成後、新越本線の新津駅、羽生台機関で数往復の試運転を実施する。この公式試運転実施日を落成日としている。落成した車両は各配築所へ輸送されることとなるが、 JR 東日本の車両の場合は、基本的に専用の装備を施した JR 東日本所有の EF64 型1000番台、または e f 8 1系0番台の牽引によって、配給列車扱いで、配築所へ輸送されている。総合車両製作所移管前は、最寄りの新津駅から直接、移管後は、試運転を終えた後に、 新潟車両センターへ入力して、JR 東日本へ引き渡しを行った後、同センターから同様に配給列車として輸送されている。なお、自力回送を行わないのは、長岡駅から先の踏切が軽量化対策がされていないため、軽量車が通過した場合に、踏切不動産などの恐れがあるためである。このため、重量のある電気機関車を先頭にすることで、 軌動短絡を確実に行うためである。また、自社の車両を自社の機関車、運転士で輸送する形が取られるため、鉄道車両メーカーなどが日本貨物鉄道を利用する公衆輸送とは異なる。なお例外的に E129 系など新潟車両センター配置予定車両の場合は、同センターに手引き渡しを終えた段階で配置完了となるので、 配給列車の設定自体が不要となっている。また、JR 東日本以外の車両や新造した編成へ、組み込むた工場製の2階建て車両等は、JR 貨物による公衆輸送扱いの貨物列車として輸送された。209系、E217 系、E231 系、E233 系、E235 系、E531 系、 E129 系及び E721 系1000番台を製造。2階建てグリーン車は当事業所では製造ラインがない。ため E217 系や E235 系1000番台などのグリーン車は横浜事業所や川崎重工兵庫工場で製造されている。ただし E235 系1000番台のグリーン車は名目上当事業所制となっている。ありがとうございます。